거니? 허, 나르호도. 海の向こうへ漕ぎ出そう。大いなる世界がそこに待っている。早すぎる。商人たるもの、仕入れに2年、店先に3年、あと5年は修行を積んでだな。ううん、もう決めたの。私、世界を見て回って一人前になってくるわ。聞いちゃいない。こうなったら止めてもいいのか。ちょっとあなた、いつかこうなる気はしていたよ。俺の娘だからな。商人たるもの、何事も経験だ。気の済むようにやってみなさい、トレーさん。ああ、心配だわ。どうか聖火のお導きを、この子をお守りください。気をつけるのよ、トレーさん。しっかりね。ありがとう、お父さん、お母さん。わがまま言ってごめんなさい。でも
きくなって帰ってくるから。そうでないと困る。なんたってうちの看板娘だ。ページは私が書いていこう。この七種の旅人さんの後に私の旅を書き記していくの。ページが全部埋まるくらい旅するんだから。この水平線の向こうには何があるのかな。これが私の旅立ちでした。一人前の商人になるための大いなる旅。七種の旅人さんの足跡を追いかけて、授業はこれで終わりだ。なかなか考えがいがあるね。やっ！やっさっ！なかなか感じ、炎よ。いくよ、やっ！どんなもん？授業の時間だ。私の番。さて、どうしようか。炎よ、燃えろ。
行くよ、うん、なかなか勝てやっ。授業はこれで終わりだ。戦いの準備はできているよ。氷を切り裂け。行くよ。なかなか考えないな。炎の。炎よ、燃えろ。この程度では不合格。どんなもん？
人に、なぜここまで。この男、間違いない。オルンブルグに名高き剛健の騎士、オルベリク・アイゼンバーグ。その名を知ってなお挑むならば、我が剣の錆としてくれ。己、だが剛健の騎士といえど、この数には。待て、左翼から敵の援軍が。これ以上連中に好き勝手させるの、オルベリク殿に続け。おここまで攻めながら撤退だ。一度体勢を立て直すぞ。オルベリク殿、よくぞしのいでくれた。いや、この程度は問題ない。悪い、ここを任せてよいか。陛下のもとへ向かわれるのか。ああ、敵軍が左右から攻撃してきた。それに対して陛下からのご指示がない。だが本陣にはエアハルトがいる。それが分かっている。エアハルト殿はあなたと共にホルンベルグの双璧と称される騎士。彼がいれば本陣は大丈夫かと。だがこの状況、伝令に何かあったのかもしれない。陛下のお言葉があれば兵の士気も上がる。俺が状況を確認してこよう。かたじけない。それまでは我らが必ずや食い止める。頼む、ブーンを祈る。オルベリク殿もどうかご分を。これは陛下の警護の者が倒されている。しかし、この剣筋は。エアハルト！エアハルト！どこだ！そうか、お前はあの時の。陛下！エアハルト！これは一体。陛下を。マック、なぜ。お前に言っても分かるまい。裏切ったのか、エアハルト。ああ、裏切った。それがどうした。エアハルト。共に騎士になっていく年、こうして剣を交えるのは何度目か。そして何度も言った。お前の剣筋は見切っている。それは俺も同じこと。だが私はお前に全ての技を見せてはいない。この日のためにな。またあの時の夢か。何の用だ、フィリップ。わ、すごい、よくわかったね。寝ていても気を張り巡らせるのが騎士。
いや、違うか。俺はもう騎士ではないのだったな。剣士というものだからな。やっぱりバーグさんはすごいな。あ、そうだ、村長さんから頼まれたんだった。バーグさんを呼んできてくれって、いつもの広場で待ってるよ。そうか、すぐに行くと伝えてくれ。うん、それじゃあ僕は先に行ってるね。いつもの広場に早く来てね。あれからもう何年経ったのか。国は滅び、あてもなくさまよって、この村にたどり着いてからバーグという名で素性を隠した。今は用心棒まがいの仕事で剣を教える役目を得た。戦うことしか知らない武骨な俺に、結局のところ残ったのは、敬愛していた陛下や国を守れず、この剣に一体何の意味が。なんだ、その答えは。何せよ、この村には恩がある。まずはそれを返してから考えよう。さて、村長に会いに広場へ向かうとしよう。バーグさん。ええ。ああ。はい。そうか。はい。ええ、バーグ殿。おはようございます。ああ。実はの、うん、うん、もちろんだ。すまない。そうじゃな。わかった。
そうですね。ありがとうございます。ああ、さあ勝負だ。良い戦いにしよう。覚悟はいいか。はい。横一文字切り。また一つ強くなる。感謝する。勝負だ。良い戦いにしよう。ここからが本番だ。よっ！かっこ！横一文字切り！これで終わりか。そうだな。あ、はい。はい。ええ。ん？いや。ありがとうございます。ああ、バーグさん、いや、もちろんだ。
いや。うん。さて。そうだ。覚悟しろ。おら、貴様、この戦い負けられぬ。行くぞ。横一文字切り。横一文字切り。覚悟はいた。覚悟は横一文字切り。いい勝負。ちっ、そうか。やめて！うわ！なんだと？すまない。待て。バーグさん。いや。はい。うん。え？頼んだぞ。あ？すまない。もちろんだ。ああ、なんだと。
バーグさん。失礼。ほん。なるほど。ここからが本番だ。よっ！さあ、どう出る？炎よ、燃えろ。そりゃ、なかなか考えがいがある。あっ、私の番。どんなもん。戦いの準備はできているよ。授業はこれで終わりだ。そうか。なんだと？おい。おお。この戦い、負けられぬ。横一文字切り。なかなか考えがいがある。炎よ、商人だからって甘く見たでしょ。さて、授業の時間だ。ここからか。さあ、どう？炎よ、大した強さだ。合格した。良い戦いにしよう。勝った。横一文字切り。
この程度では不合格。戦いの準備はできているよ。さて、やっ雷鳴よ、轟き響け、かっこ、これで終わりか。そうだ。なんだよ。はいはい。うん。うるせえぞ。お前ら、でも少年さん、ああ、どうよ。ガッ、うん、バーグさん、すまん、待たせた。こいつが噂のバーグさんか。本当に来やがったのかよ。見張りは何やってんだ。きっと。バーグさん。来るな。おい、親分の剣止めやがったぞ。初めて見たぜ、親分の剣が止められるとこ。ははっ、ただの田舎剣士の強さじゃねえ。それはこっちのセリフ。山賊にしてはいい腕。その剣は。ああ、これか。ある人にもらった俺の愛剣よ。エアハルトか。ああ、エアハルトの旦那を知ってんのか。やはりそうか。その剣、エアハルトのものか。お前を打ち倒す理由が一つ増えた。どこでエアハルトと会ったか教えてもらうぞ、山賊。いいね、エアハルトの旦那と因縁があるのか。目の色が変わった、気がついたって感じだな。お前とエアハルトの旦那どんな関係か知らねえけどよ、聞きたいことがあるなら力ずくで来いや。我が剣は守るべき者のために。そうだ。 Hmm?
さて、どうしようか。炎の燃えば。よし、これを。いくぞ。ん？はっ！これでどうする？覚悟はいいか？これを使え。さて、どうしようか。炎横一文字切り。よいしょ。覚悟はいいか。
なかなか考えがいがある。集中していこう。なかなか考えがいがある。あ、氷を切り裂け。ここからが本番だ。そう、はい、私の番。さて、どうしよう。氷を切り裂け。氷を切り裂け。私の番。さあ、どうだ。これでどうする。さて、どうしよう。これでどうする。ここからが本番だ。おう、うん、いくよ。さて、氷を切り裂け。これは行くぞ。行くよ。ここからが本番だ。うんと、覚悟はいった。さて、どうしよう。この程度では不合格。おい、そうか。ああ、お前ら、すまねえな。なるほど。
ああ。バーグさん。お任せください。あ？なんだって？え？わ！お？よ、は、なるほど。始めようか。さて、横一文字切り。さて、お、ここからが本番だ。横一文字切り。横一文字切り。横一文字切り。そうじゃ。は？なるほど。やはり。これまでよくしてもらっておきな。それはこっちのセリフじゃ。むしろ気を使わせてしまったの。お主が望むというのならわしらに止める道理はなかろう。あなたに鍛えてもらった恩決して忘れない。今回みたいなことがあっても自分たちが何とかしてみせます。あとは任せてください。必ずこの村は守り抜きますから。ああ、頼む。あの子は、すみません、きっと見送るのが辛いのかと。いや、いい。母親を大事に達者に暮らせ。そう伝えてくれ。はい。旅の目的を果たしたら
ここに戻ってくるといい。いつ帰ってきてもいいように。あの家は手入れをしておくからどう？すまない。でも。フィリップ！何を？いや、構わない。僕、バーグさんが、オルベリクさんが帰ってくるまで、今より、もっと、もっと強くなるから。だから、だから。ああ、俺も今以上に強くなって必ず帰ってくる。約束だ。始めようか。覚悟はいいか。
と行くわよ。横一文字切り。よし。OK。大した強さ。合格点。授業はこれで終わりだ。知ってるか、世の中の出来事は二つに大別できる。知るべきことと知るべきではないこと。ジェフリー・エゼルアート、あんたは後者に手を出した。私は信念に従ったまでだ。そうかね、では報いを受けろ。確認しろ。用は済んだ。
忘れないわ、あのカラスの入れ墨。左手、右腕、そしてカラスの入れ墨をした三人の男。お父様を殺した男たち、絶対忘れないわ。またあの夢。余裕ね、プリムロゼ。本番の前に居眠り？やっぱり売れっ子は格が違うわ。ふん、そうやって済ましてりゃいいさ。プリムロゼだって所詮酒場の踊り子だもの。飼いならされて男にこびるだけの小さな女よ。ええ、そうね。し、無駄口はそこまで。ヘルゲニッシュ様よ。グズグズするな。客が待ちくたびれてるぞ。前座どもは言った言った。たっぷりと稼いでこい。プリムロゼ、お前だけだ。わしが頼りにしとるのは。身に余るお言葉ですわ、支配人様。お前が舞台に立ってからこの酒場は大きくなった。だが勘違いするな。誰のおかげか分かってるな。はい、感謝しています。無知な小娘にわしが一から教えてやったんだ。愛想笑いはどうした。誰のおかげでいい暮らしができてると思ってる。一発の踊り子になるまで育ててやったのは。いいか、恩を忘れるなよ。はい、支配人様。へそれでいい。舞台が終わったらいつものようにわしの部屋においで。優しく撫でてやろう。プリムロゼ、出番だ。わかったわ。たっぷり愛想を振りまいてこい。はい、支配人様。
調子はどう？おうほう。あら。やあ。なあ。よっ。遅かったな。ごめんなさい。しっかり頼むぜ。さありがとう。大丈夫か？ふん。ええ。ほら。さて。あらあら。大丈夫？ユースは？いい加減にしなよ。やめてよ。ふん。ちょっと。ユースは。
おい、ちょっと待て。プリムロゼ。支配人様、実は。ほう。私、いいか。はい。さすがね。やれやれ。ねえ、あたし、そうは言われましても。ねえ、私の踊り見てみたいでしょう。そうは言われましても。わかりました。失礼いたします。おお、
失礼いたします。またな。左腕の男、わかるな。そんな、プリムロゼ、ねえ、任せて。私、それで、それがいいかね。はい。
の男が追わなきゃ。どこへお出かけだ、子猫ちゃん。支配人様、なぜ私がここにいるって。ああ、そのことか。優秀な手下がな、こいつを連れてきてくれてな。ルースファン、プリムロゼ、ごめん。こうなるまで吐かなかったらしい。わしのしつけが足りんかったようだ。やめて、ユースファン。プリムロゼ、声張れるんだ。そんなこと言ってる場合じゃ。ねえプリムロゼ、私たちってさ、かな、私ガキの頃にここに売られてさ、は卑屈なやつばっかで、絶対群れるもんかって思った。でも一人ぼっちで本当は寂しかったんだ。プリムロゼだけは周りと違ってた。どんな辛いことがあってもいつも背筋伸ばして、あんた見てると私もなんか強くなれた。ユースト、ねえプ
私たちってさ、友達かな。大切な友達。もう寂しくない。終わったか。最後の演技はまあまあだったな。舞台でもそのくらいできりゃ可愛がってやったものを。ここまでよ。ああ、私がこの街で踊るのはここまで。今日限りやめさせてもらうわ。ほう、心変わりしたのはあの男が来たからか。ええ、そうよ。醜い豚さん。なんだその口は。このメスが誰のおかげで生きてこれたんだ。決まってるわ。自分の足で踊ってきた。いつだったね。なんだと。長い罵声を浴びて虐げられた。そして今日ようやく仇の男が現れた。もうあなたの下で踊る必要もなくなったわ。プリムロゼ、今ならまだ許してやろう。全ては嘘だというなら。支配人様の困る顔が見たかっただけというなら。その汚い口を閉じ、いつものようにわしを満足させれば、すべては砂に流してやろう。わしを噛んだ猫はすべて始末した。それのように。プリムロゼ、お前はとっておきだったのに。もったいない、もったいないよ、プリムロゼ。今まで散々お世話になったわね、支配人様。さて、本番ね。さて、どうしようか。さて、探らせてもらうよ。覚悟はいいか。横一文字切り。さあ、どう出る。はっ。風よ、やれよ。
いしょ。覚悟はいいか。これを使え。なかなか考えがいがあるね。使っておこう。よし、これは。そうだ。行くよ。なかなか考えがいがあるね。ふん。外。リス。さて、どうしようか。と。出そうか、炎。燃える。行くぞ。これを使え。よいしょ。ここからが本番だ。氷を切り裂け。氷を切り裂け。さあ、どうする？ここからが本番だ。なかなか考えがいがある。使っておこう。そうだよ。なかなか考えがいがある。本気を氷を切り裂け。行く。ここからが本番だ。横一文字切れ。炎よ。いくよ。幸運の風よ、やれよ。さあ、どう出る。これでどうか。横一文字切れ。さて、どうしようか。本気炎を燃えろ。さて、横一文字切れ。
使わせてもらう。なかなか考えがやられるものか。なかなか考えがやこれでどうかな。行くぞ。さあ、どうする。なかなか考えがいがある。これでどうかな。覚悟はいいか。これを使え。そうだ。よっ。さあ、どうする。なかなか考えがいがあるね。さあ、ああ、氷を切り裂け。行くぞ。よ。さあ、どうする。幸運の風よ、やれよ。さあ、どうする。覚悟はいいか。うん、さあ、どう、覚悟はいいか。なかなか考えがいがある。さて、探らせてもらう。覚悟はいいか。はっ、うん、よいしょ。なかなか考えがいがある。あっ、やっ、大した強さだ。合格。プリムロゼ、なあプリムロゼ、最後にもう一度だけ踊ってくれんか。最後に踊ったのはあなただったわね。さよなら。
犯人。
戦いにしよう。ここからが本番だ。行くぞ。はっ。行くぞ。また一つ強くなる。感謝する。感謝する。Yo!